それでは参りましょう。位置についてよーいドン。よっしゃー絶対に負けぬまずは服だ。よいしょ、お邪魔。服なんて甘え。とりあえず防寒着が、防寒着買っときましょう。服大事。防寒着は甘え。早くおしゃれは我慢。おしゃれは我慢。鉄のハンマー2本取りました。武器はいらない。なぜならマスターソードがあるからだ。確かにマスターソードがあるから大丈夫だ。前回と同じでね、初期の装備でいきましょう。入られへんね。とりあえずこんだけあれば雑魚にやられることはないでしょう。ハートもマックスだし。大丈夫でしょう。うん、スタイリッシュですよ。ちなみにですね、トサカはですね、カゴがあるので、はい、一回ハートがゼロになってもマックスになります。すげえ。レメールさん、オタクの方何かちょっとリンゴしか取ってないように見えるけれども大丈夫かしら。まあ食べ物って大事じゃないですか、やっぱり。まあね、お腹が空いたらね、何もできなくなっちゃう。とりあえず爆弾の矢30本買いました。あ、優秀ですね。30本使います。じゃ使おう使おう。はい、木の矢は15本買いました。行くぜ。よいしょ。よし、お、様になってますね、はい。さあ、ここで木の弓が取れるんですね。お、よし、とりあえず道順が左行って、まっすぐ行って、橋で左ね、OK、右ですね、ずっと右でした。ここで夜光石を回収します。おー、ここでチュチュゼリーを回収します。食べ物しか取ってないよ。いや、ここはちょっとスピードが速いですね。そう、この馬、まあまあいいところから取ってきたんですよ。ちょっと、もう実にスティールボールランですね。そうそう、まずね、やっぱ起動。はい、あそこの拠点がありますね。あそこから物を強奪します。盗賊みたいなやつがいる。やばい、言い方断ったら。ちょっと待って待って、バトル申し込まれた。バトル申し込まれた。ポケモン木の矢10本、これ大事、これマジで大事。カカルトはあれですか、人に道尋ねられやすいタイプ、はい。あ、そうですね、なんかマックスラディッシュ、海外のお姉の方によく腕を掴まれて引っ張られることがあります。なるほど、わかる。ここでチュチュゼリーを放棄してアイスチュチュゼリーにします。おー、とりあえず一つ目のチェックポイントにたどり着きそうです。はい、はいはいはい。うわー、かかりこ村も入ったか。早いな。早いな。この橋渡ればかかりこ村ですね。すごい山を駆け上がっている。口笛ダッシュって言って山道でも駆け上がれる方法ですね。すごい、山道なのに。ちなみに登坂はできません。あ、そうなんですね。で、お、で、あそこ飛びたい。お、早速振り落とされちゃう。よいしょ、オッケーオッケー。とりあえずここチェック受けたら、あ、ミスったミスったミスったぞ。皆さん何やってるんですか。すげーリンゴ食べて爆発してる。オッケー、かかりこ村到着しました。ナイスです、頑張れ。オッケー、おー、これがウィンドボムじゃー。え、なんでそんなに飛べんの。すごい綺麗に飛んだ。これは綺麗。よしよしよし、とりあえずこそこそ動けるやつを、これを買っときましょう。はい、忍びマスク、はい、これを使っとくと、うん、静かさというのがアップして、うん、こっそり行動するとき楽になるので。で、これをこうする。準備完了である。行くぞ、ゴー。何これ、待って、謎の浮遊をしている。何これ、謎の浮遊をしていた今。ヒゲさん、なんか変なこと知ってた。しまった、ロードかけよう。あ、ミスった。で、次向かうのがこの道をバーッと通ってここでございます。あ、くそ、こっからか。ハイラル城ですね。ハイラル城ですね。あ、よっしゃ、これでバカリコ村クリアです。まだ全然大丈夫です。多分ヒゲさんはハイラル城中入られると思うんで。はいはいはい、よいしょ。多分その辺までは大丈夫かな。こう表現がすごいですよね、雨の表現とか。うん、綺麗ですね。綺麗なんですよ、こう苔が生えてるとことか。うん、グラフィックが最高ですね。で、どっち行けばいいんだ、まっすぐか。なるほど。でもなんかブチがあったりすると遅くて、こう単色、今登坂が乗ってるようななんだ単色の馬だったりすると速かったりとか。頑張れリンク、頑張れ。ヒゲさんがめっちゃ変なことしてる。何それ、何それ、何それ、バグじゃん。壊れてるってそれ、バグじゃん。何してんのね、これは。何だ、何、横動きしてる、横動き。すごい、めっちゃ飛んでる。え、これありな。体一つだろうが。だから言ったでしょ、ネロさん、焦ってる理由わかるでしょ。うわー、何するかわかんないこの人。空飛べるんですから、相手は。やば。
スタイリッシュそうそうスタイリッシュ見てこのこの山あこれ双子山っていう双子山っていうところスクショタイムあ危ない危ないあかっこいい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 あーなんか登ったおースタイリッシュスタイリッシュスタイリッシュナイススタイリッシュ係長予想以上に早いなよいしょあれ係長妖精取りました取ってないです妖精いらないですだって係長ハート多いもんそう祈りもあるし3個じゃないしそうプラスだから回復早いしイエー死ねばいいんだピーピーさてハイラルに平原に入りそうなんでおー順調ですねこの辺からねちょっと短縮で前回は使わなかったんですけどはいこの道なりに行ってたんですけど今回はちょっとこういうですねあーショートカットかなはいショートカットを通っていきましょうオッケー私もかかりこ村完了ですレムさんハイラル城向かいますはい、はい、行きましょう大丈夫大丈夫まだ大丈夫まだ大丈夫さあ見えてきましたよおお間近ですねなるべく近づかなきゃいけないんで途中で馬捨てた方がいいかなかわいそう違う戻すからその後戻るからちゃんとここに着地すると馬がいるんですねお馬ちょうどいいところにあーいよこせーうわぁ馬よこせー馬を強奪ほっそして英傑の人だ、はい、大ジャーンこれが英傑今回ねトサカこれが使えるんでね全部使えなかったんでなるほどねあのチート技みたいななくてもこれだけ飛べるんだそうそうそう別にチート技なんか使わなくても英傑の力を借りれば、うん、全然あなんかロードがちょいちょい入るんだよなんでなんだなるほどね頑張れ頑張れすごいスタイリッシュだな係長そうそうそうやっぱ綺麗に見せたいじゃないですかディーバル使ったなでこの辺起動するんですけど無視で OK です当たったわ当たってる避けれると思ったら当たったわあでもこうやってやってれば多分そうそうそう直撃するとやばい危ねえおーナイスナイスオッケーオッケーやだ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 来るさすがガノン城の前ですねいって当たったあでけーめっちゃ食らっためっちゃ食らったさようならあダメだやばいちょっと待ってめっかがいちゃんはめられてるはめられてるはめられバナナさあこの辺で入っちゃう入っちゃう来た入られちゃう来たさあじゃあ脱出しますさらばあ、しまったあ、やったー死んだあ、よし、向かって死んでるナイスナイスおらー逃げろー逃げろミファーの祈り使ってる英傑ガンガン使います今の英傑が一回大丈夫 HP そうマックスになりますあ狙われてる狙われてるけどよっ大丈夫乗れるいけ走れうわーっしゃあぶねーナイスオッケーオッケーとりあえずこの辺ちょっと消しといて次向かうのがここですゾーラオッケーゾーラです待ってちょっと待って馬死んだんだけどえ嘘あのロードしますよかったあーちょっとロードしようそうかそっちもロードすんのかうーあぶねーさあゾーラの里行きましょう行きましょう頑張れーヒゲさん頑張れーゾーラの里早えなやべ当たるあっぶれーナイス回復しろ早く回復しろスタイリッシュいいよオッケーお、お料理ここで料理しますおぉあっぶね当たるちょっと待ってうまー両側から狙われるのがだるいなどうしようかな白の盾側のねほっやべ当たるな当たるもう一回ロードロードあ、間違えたセーブしないセーブしない危ない危ない敵さんはなんか鍋作ってますあれはですね、回復アイテムをガンガン作ってさっきと同じ技を使いまくろうっていう、はい、なんかもう見るたんびなんか食べ物触ってるいやお腹が空いてるわね動けないのでこれ熊宿はこれで OK ハイラル城行きましょうよっしゃ OKOK、はい、ナイスナイス行きましょう夜は敵が多いんでちょっとだるいですね。いやここ抜ければ大丈夫です。そうここさえ抜けてしまえば多分大丈夫。オッケーナイス。でこの一直線になるのがまずいんでちょっと横に移動しましょう。もう一本いけるよ大丈夫よ。オッケーナイス。まだ来る？まだ来るの？まだ来るの？こいつを利用したい。こう抜けちまえば。私はこいつを利用したい。オッケー。行ってくれ。抜けたぞ。かっけー。抜けた。さあゾーラの里向かいましょう。行きましょう。すごい！めちゃ飛んでる。おりゃい！え、なんで？めちゃ飛んでる。めっちゃ飛んでる。英傑か？くそダメか！あー！いや、これもう一回、もう一回行った方がいいな。もう一回行こう。あのなんか鳥がピューってやってるところに、鳥じゃねえな、ゾウか。のところに行きます。了解です。よっ、もう一回！
ち行きます。今度はいい感じだ。ヒゲさん何やってんのかマジで分かんない。今しっかり見てた。この打点は高い。めっちゃ高いってないし。なんでこれリーバルトルネードですね。違う違う違う。それこっちが使った技だから。ヒゲケツだこれは。よいしょ。オッケー。まもなくゾーラの里に到着します。なるほど。でも山登りなんで、はいはい、どこら辺に馬を置いていくかなんてね。ちょっとっかここでハートをめっちゃ増やす。うわめっちゃハート増えた。バカみたいにハートを増やす。そうですね、もう復活しているリーバルトルネード。これが本当の英傑だ。よし行きまーす。山を越えます。よっ。おー。オッケー。ハイラル城攻略じゃ。レムさん。おはい。こっからはお宝探索の時間ですよ。やったーお宝ー。この衛兵のブーツー爆弾や。レムさんお金。お金は大事です。めちゃめちゃ強い盾で、これお宝中のお宝、ネルドラの牙のかけら。やったー。もうお金だお宝だってずっと言ってますよ。野蛮ですね。いやまあ、あれですやっぱりお金ない人たちってお金に執着するんですよね。あーそっか、はい、レムさんレムさん言い返して。いやいや何でも持ってる人には持ってない人のことは分からないんで。そうだそうだ。いやでもレムさんこっち来れば何でもあげます。全然何でも、はい、何でも全然。え本当何でも何でも何でも買ってくれる。何でも何でも。どうしよう。ほらレムさん。なびくななびくな。だって何でも買ってくれるって。全然やっぱレムさんのために宇宙連れてきますからねこっちは。わーお宇宙。前澤の2番目になります。こっちだって爆技で宇宙連れてってあげるよ。爆技。よいしょ。さあゾーラの里見えてまいりました。おいいですね順調ですよ。さあここでございます。すごいね綺麗。さあでここに行かなきゃいけないね。ここから作戦ですね。あぶねい。危ない。危ない。危なあ。待ってヒゲさんのハート3どころじゃなくなってる。あ、ほんとだめっちゃめっちゃ回復してる。何料理作って、ね、自分の限界以上に回復する。あ、うん、ここにもいますねフィノックス。あ、ほんとだ。倒せるかな。いや、弓ねえけどいける。ちょっとやってみましょうか。オッケーです。あら、でかい。でっかいな英傑の力。すげえな英傑の力。おら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 。英傑の力。英傑の力。英傑倒したー。よっしゃ。英傑の力ずるい。ずるいよねやっぱり。倒したずるい。よし頑張るぞ。さあとりあえず馬回収して、はい、キノックス倒したで、あとはもうレースに集中するだけですね。そうですね折り返しですし、うん、はい。あ、弓とかここありそうだけど、でもまあ俺弓なんかもう倒したもん。じゃあここで、はい、ゴロンしていってもいいんですけど、この一から村行きましょうか。行きましょう。そうすればもうモンスターにも襲われなくなるので素晴らしい。よいしょ。順調すぎて震えが止まりませんね。なんか馬捨ててマジで1時間ぐらい歩いてたのがきつかったんで。やべえっすね。全勝ったですもんねそこヒゲさん確か。走ってただひたすら走るっていう。そうだったんだ。見どころなかったか。見どころなかったっすね。あら本当に。係長知ってますか。はい、私一人で戦うと自分負け越しが多いんですけど、うん、はい、応援につくと大概勝つんですよ。勝利の女神やん。そうなんです。自分は勝てないのに。ハイラル城出るまでにも一から村をこっちも出たいな。なんかすごい楽しそうにお城の中発歩してますよお相手さんは。お城はそうですね、お城は結構いろんな本当にアイテムが落ちてるので、ずっと鶏肉拾ってるな。怖いな。2が出るんで2は絶対やりたいですね。いやー危ない。これはね危ない。ハマっちゃうよね。だーあ。あー死にそう。死な死な死な。死にそう死にそう。あこの野郎。この野郎。めっちゃ褒められている。さあ一から村間もなくでございます。素晴らしい。さあ一から村というのはですね、最初は誰もいなかった村なんですけど、はい、各地で仲間を集めて、うん、この町を起こしたっていうところなんですよ。町を起こした。だからそういろんな種族がここに存在してるということで。おうおう。あれみんな寝てる。あいたいた。はい鳥です。おイケメン。あかっこいいな。おばあちゃん。おばあちゃんでこの
おかまちゃんたちが家を作ってくれました。あーなるほど。でこれデブです。デブ。あーなるほどなるほど。腕っぷしは強いですね。足ちっちゃちっちゃいちっちゃいデブです。あーここで厚さを下げられるものがあるので、はい、ここをガッとしてきます。お、いいですね。お金は余裕があるからね。そうそうそう。ムジラの仮面っていくらするんだ。あ、50円です。え、安い。そうなの。そうです。マジで。ムジラの仮面は50円です。いいの。逆にそれ初めて知ったもん。そしてですね、盾がなんとおそらく売ってるんですよ。前回取らなかったこれがお宝。お、これで近衛兵の帽子が全部揃った。おお、これ最強装備です。お、最強装備。一番強いです。これも強い。やったー。ちなみにあの近衛兵ここで買えます。あ、そうなんだ。はい。すごいなぁ。金で解決。50円で買います。買ってみましょう。すごいなぁ。50円なんで。さあではムジャの仮面買っておきます。これです。はい、ムジャの仮面もあれですね、ゼルダの伝説、あとハイリアン盾も買ってきます。はい、レムさん、ここがハイラル城の一番高いところです。はい、わー、高いところはやっぱ景色が絶景を見せてあげましょう。いいです。おおー、トンネル。オッケー、クライム、よいしょ、クライムの服を着てるのですごいカクカクしてる。あの馬を逃しても山登りパパパパと行ける感じになりました。これ大丈夫です。じゃあとりあえずゴロンシティ。ミリさんずっとお尻振ってますよ。ゾーラの里に早く行かれると結構きついかな。いや大丈夫じゃないですか。お尻振ってますもん。大丈夫。いや、あの感じいけますよ多分。このまんまゾーラの里。ミリさんこれどういう気持ちでやってんの。ちょっと今集中してるから、ね、今集中してるから。これね、実はめっちゃ指の運びがむずいのよ。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ集中力必要なのこの動作。今どんなことやってんすか。あゆさん、やめろ。レムさん止めて。あれですよ、エロちゃん、そういう卑怯な手は良くないと思う。動画だから喋んないと、うん、ね、動画良くないと思う。喋んないと動画だから。そう、でもね、うん、そういうのは良くないと思う。良くない押してくる。良くない押してくるぞ。そういうのは良くないと思うよ。次はゴロンシティですよね。はい、次はゴロンシティなんですけど、はい、灼熱なので、うんうん、薬を飲むかそういう防護服を着ないとダメージを食らいます。うんうん、はい、ゾーラの里です。着いたー。ヒゲさんのことだからまたここでゆっくりお遊びしますよ。いや、あんまりしないんじゃないか。ひんやりマス買ってるから多分もうすぐ向かうと思います。今回ゾーラの鎧取りません。いた。 お、取らない。滝登りしません。モエズの薬。ということは、これ使っときましょう。そのまま行きます。さあ、じゃあ多分馬で行けるのはここまでかな。なるほど。さっき今買ったアイテムは何か使用時間の制限みたいなのがあるんですか。はい、確か3分とかそんぐらいだったような。あ、意外と。でも3分あればこう登って、はい、この辺から多分もう馬が使えないので英傑の力を使えば。あ、多分ひとっ飛びです。そうか、係長英傑だった。そうそうそう、英傑がいますから戸坂には。その乗り捨てた馬ってどうするんですか。え、戻って回収します。え、またゴロンそこ通って回収するんですか。そう、トサが今回裏切らない。誰も死なせない。なるほど。かっこいい。あ、ついて、馬が死ぬ、馬が死ぬ、馬が死ぬて。あ、まだ行けるな。どこまで行けるの。この辺までかな。この辺までにしときましょうか。よ、さあ、じゃあ間もなくこのまま直進すれば行けるので。馬の場所は大丈夫ですか。あい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 。ここね、行きましょう。 OK。 おお、これがね、前回著しくね、成功率が低かったんだ よ。反対側に渡れない。どうしよう、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 困っている。なるべく高いとこ見ましょう。そうそう、この辺から行けないかな。よっ、あ、無理無理無理。行けた。あ、行けなかった。 あちょっともダメなの。よいしょ。さあ、ゴロンシティは間もなくどっこのまますぐ行けばあるかな。入るかな。ここで15分の体感効果の料理。はい、着きました。ゴロンシティ OK。 ナイス。さあ、馬のとこまで戻るのがめちゃくちゃめんどくさいですけど、戻りましょう。さあ、ゴロンシティ行きますよ。 OK。 出していったらもう終わりなんで。これはありがたい。ここの一発クリアはマジで嬉しい。飛び立った。よいしょ、飛び立ったぞ。この後なんですよね、ゴロンシティからの移動がめちゃくちゃ長いので。なるほど。そう、ここでヒゲさんに追いつかれるんじゃないかな。下手したら抜かれるな。確
OK、最後まで君でいこう。よし。おぉ。いや、これ、きわどい。これ、きわどい。いや、いけた。よし、よし、よし。大丈夫ですよ。全然まだ。熱いちょっと待って。熱いって死ぬって馬地味に気をつけないとね。で、この後にこの奥にロボットがいるんで、ちょっと避けつつかな。止めましょうか。おら、ちょっと待って、馬が逃げた。ちょっと待って、馬が逃げた。馬が逆走している。やば、馬。あれ、ムジラの仮面使わないんですか。ロボットには効かねえんだ。あー、今死ぬ。馬死んだ。もうゴロン、うわー、ゴロンシティからだる。マジか。ゴロンシティからなんだ。きついな。いや、最後のうちですよ。ありがとう。さて、帰りは後ろだな。よし、行きましょう。ゴロンシティです。おー、来た。さあ、行こう。大丈夫ですよ、係長。大丈夫。追いついてきました。やっぱり不利でしたね。あれ、イベント挟まるの。スタイリッシュとは。ちょっと話しかけてくる。話しかけてきてる。ゼルダ呼びかけんのやめて。先倒しましょうか、あいつ。バカバカ。ゼルダ、その話今じゃなきゃダメ。後にしてください。後にしてください。伝説だからゼルダ尊重して。ほら、リンク。よっしゃ。ここで英傑を使う。やっつけちゃえ。死ねえバカタレ。これね、ゴロンシティは投げるだけで肉が焼けるんです。倒した。オッケー。ナイス。さあ、馬に戻りましょう。熱すぎて焼けるんです、これ。すごい、燃えている。燃えてるね。しこんなもんや。熱にやめて。オッケー。だいぶやっぱレースは。よいしょ。あーあーぶれ。死んだかと思った。よいしょ。危ない。レースはやっぱ予想外の出来事がいっぱい起きますね。いや、熱い。あー、じゃあ攻めいきましょう。お、行け、飛べ。ゴー。ちょっと、上に引っかかったぞ。ほっ、よけて。いける、よけれる。よし、ナイス。抜けた抜けた。おさらばだ。オッケーオッケー。そう、オッケー。次目指す場所は遠いんですけど、ここです。めっちゃ遠い。遠いな、これ。そうなんです、ここで馬だけの移動だと裏技使われると結構しんどいんですよ。でももうヒノックスは倒したんで、はいはい、とりあえずもうあとは自分を信じて走るだけですね。ハイラル城を駆け抜けなきゃいけないのがだるいな。ちょっと遠回りするか。安全な道取ってもいいかもしれない、ね、そうですね。またはめられても嫌なんで。そうね、うんうん、ここでさっき作った体感効果を。おお。OK。 おっ、いいですね。ハイラル城でーす。あ、同じら辺にいますね。やった、来たー、うん、よいしょ。大丈夫です、相手はお尻振ってるだけです。いや、大丈夫です。道なき道をちょっと、うん、大丈夫です。ち、あ、ちげ、道なき道はお互いだ。うわ、正面に敵。順調に空の旅を。もう道でもね。多分ね、全然違う絵が映ってると思う。全然違う。よ、全然違いすぎて、なんかどこにいるのかいまいちよく分かってないけど、別ゲーやってるんじゃない。私がマップ全然開かないからね、ごめんね。いやいや、大丈夫です。すごい、この辺馬大変そうだな。まあ、ここさえ抜けてしまえば。うまい。馬だけに。馬だけに。違う。言うと思った。面白い。面白い。バカ。はい、レムさん、リトの村です。はい、抜かれました。やったー。嘘、きついぞ。しましたね。あと2つですよ、こっち。いや、でも向こうはヒノクス倒してない。はい、勝利の目がちょっと見えてきました。ここまで来るとさすがに。本当ですか。ちょっと見えてきた、ね、わー、一回ロードしませんけさん。一回ロード。なんで。何のメリットがあるの。無駄にね。ちゃんとセーブできてるから。